皆様こんにちは、山芋です。ピクミンブルーム2周年のイベントが来てますが、全然動画にしていなかったので、最初数日の初日と2日目ぐらいの内容をちょっと軽くまとめて、私のイベントをやった感想をね、お話ししたいなと思います。その前にですね、この動画上げてたと思うんですよ。文句言ってたやつね。なんでピクミン上限上げてくれねえんだこの野郎みたいな動画をちょっと上げてたんですけども、まあ本当にね、今も2000匹近くいて、金の苗を5、6個持ったままで孵化してないような状態でございます。はい、ちょっとテンションがね上がらないんですけども、ただ可愛い可愛いです今回のやつで。ちなみになんですけど、今後ろにいる子たちですね、プレゼントボックスが映ってるんですが、まだデコピクミンにしていないんですよね。しに行かないといけないんですけども、撮影するタイミングとかを見計らってるといつも忘れてて溜まっていってて、今どうしようかなってなってますねちょっとやばいことになってます。では見ていきましょうかね。でもその前にな、復刻イベント来る前のことやねん。これ復刻イベント来てからちょっと変な空気なってるやろ。これはただ楽しかった時の動画やねん。今回のこのピンクと水色のギフトボックスも当たりと外れがあるんですよね、ハロウィンの時みたいに。まあ、だいたい私、外れっていうか150はなかなか出ないですね。ルーレットの方はね、かけらの方がよく出てきますね。でもどっちにしろイベント終わりには揃うと想定するならば、ここでないじゃなくてかけらいっぱいでもいいかなと思ってます。はい、これもねかけらが出てますけども、キノコの60だったらね、でもちょっとね150欲しいですよねはい、ルーレットは相変わらずかけらがたくさんでございます。これもかけらでしたね。こん時はね、プレミアムに入ろうかどうかを悩んでいて、まだ入っていない状態ですね。ただね、やっぱかけらのことを考えると入った方がお得なのかなとか思って、あ、今結局入ってるんですけど、この時はまだ入ってなかったんですね。はい、ここは菊。ちょっと菊ね、近所の人がガーベラをいっぱい咲かせてくださったので、菊を咲かせるタイミングがなくてですね、助かりました。はい、かけらです。60。結構ね、特殊なキノコを呼んでくださる方が多くて、ハロウィンの時だと2、3時間だったけど、6時間ぐらいかかったりとかもするから、私がそんなにログインしなくても気づけるので、本当ありがたいなと思っております。ご招待皆さん、ありがとうございます。ここではオール金苗ですね。こんだけやっぱ出てないんですよね、金の苗が。苗も100個以上あるんで、ちょっといらない苗 をね、なんとかしなきゃいけないなっていう感じで過ごしてました。うん。ここからね、ちょっと抜いていきたいと思います。私のファーストピクミンは赤でございました。赤の、これはなんだ？秋か春か、ちょっと秋と春じゃないですよね。夏だったっけ、夏と秋だっけ。かわいい。この絵柄がね、やっぱり思い出が深いですよね。2021年秋を、赤をゲットしました。で今回はね、後でもう一回見ようと思って、コレクションみたいなのもついてるし嬉しいですね。岩かわいい。岩2つついてるんだよね。いいですね。あ、これ夏だ、夏と春ですね。はい、間違えないようにしないと。いいなぁ。なんやかんやっぱ可愛いんですよ、新しいデコピクミンは。やっぱやるんですよ、一生懸命これ揃えるために。可愛いから。紫見て、ほら、もう超可愛い。2個ついてるよ、これ。岩と紫は2個ついてるということですね。はい。可愛い。今んとこ被ってないですからね。初動はね、1日目、2日目は被らず進んでいると。いう感じです。で、ちょっと今お気づきかもしれないんですけど、ルーレットの方が、キノコのチケットが当たらないんですよね。あ、今ここでプレミアムに入ったんでしょうね、私ね。この順番で入りました。かけら足んなくなるなっていう予想でね。いや、もちろん入らなくてもいいんですよ。990コインね。なんかいろいろ考え、いろいろな計算をして、って思うんだけど、毎回プレミアムに入らなくていいですかみたいなことを、こう、チラチラ匂わせてくるというか、聞かれると、
うんってなるから、もうじゃあ入っとくしみたいな感じになってしまうんですね、私はね。他のゲームでもこういうのは全部入っちゃうタイプなので、もう気にせず入っちゃいました。この500が欲しかったんですよね。はい、引っこ抜きまして、青でございました。かわいいね、パズルね。見せてくれるんだよね、みんなに見せてくれるんだね。いいね、新しいデコはかわいいな。赤ですね。あとこれかぶったかな、私今何体います、これ見たことありますよね。はい、頭つけて、はい、かぶりましたね。まあ、イベント終わるまでに揃えればいいんだから。はい、5人って書いてましたね。2って書いてます。ありがとうございます。150個。ありがたいです。はい、ルーレットですね。ほんと、かけらが多いでしょう。ない。いつもだったら私もっと取ってると思うんですね。最初の2日で。ごめんなさい。私のキャラがおかしいでしょう。ごめんね。変装中でずっと置きっぱなしだったんだよね。これめっちゃいいね。すごくいいね。いや、思い出補正もあるけど、こうやってピクミン揃ってパズル完成するっていうのはちょっと熱いね。麻雀の時はなんか、ほーん、そうなんだみたいな感じだったけど、これは嬉しい。こういうの楽しいね。いや、ありがとうございます。で、今編集してて、まあ、これスニーカー来る前なんよ。金の苗とか大きな苗が当たりで来る前なんですよ。だからすっごいかけら集まってたんですけど、なんか今全然集まりにくくなってるよね。子さんの人は辛いんじゃないかな、苗。ちょっと今要検証中というか、なんかうーんってなってる。まあちょっと間が空いちゃったんで、まあ、最初の楽しかった時だけの動画です。次また動画あげます。バイバイ。 I met him on a sunny day in late July and everything turned upside down. I almost lost track of time as weeks went by. I couldn't get him off my mind. I told him I want that great love, like standing in the middle of a bonfire. Don't know how you got there, but you hold tight, knowing that you can't get burned. Just tell me how we lost track of everything but each other. I honestly don'tHow we messed up, drifting away from each other. Didn't wanna let you go, oh, oh. 'Cause we wanted different things, and I have to deal with it. But it's not easy, so tell me how to let go. 'Cause you really seem to know how to carry on your own. Ever since I got a good look in his eyes, I just knew that he was special.Said he wanted to take it slow, but I couldn't help that I wanted to take it to the next level. 'Cause I wanted that great love, like standing in the middle of a bonfire. Don't know how you got there, but you hold tight, knowing that you can't get burned.